ないですよ。え今、誰も見てんかったんだけど、マスさん、伝わってやつ。やっていこうと思って。あ、こっから、え、今から。今から。定着していくやつ。ダサい。どうも。ちょっと逃がしたっすね。どうも。あ、よっ。ということでですね、今回、スタバちゃんが出演する映画にちなんだこちらの企画です。インスタ連動企画、かっこいい写真でいいね対決。すげえ。うまー。いいね、リリッシュ。じゃあ僕、1枚で収めちゃうんで。おーい、痛くいいボード来たぞ。皆さん、進めるものはあります。あります。今日の栄えある第1位は、おですね、6月7日公開のサナちゃんが出演する映画「明日を綴る写真家」にちなみまして、はい、モデルをメンバーの中から1人決めて、残りの4人はカメラマン役となってモデルの写真を撮ってもらいます、はい、1人持ち時間15分以内、その間におしゃれな写真を撮ってください。でその写真をインスタグラムにアップして、誰が一番多くのいいねを獲得できるか、これが対決でございます。ガチです。なるほど。ベストショットを撮るっていうこと。ああ難しいな、そっち。まあでもその分佐野ちゃんはでも有利じゃない、カメラマンの役を実際やったわけじゃない。ほんまにカメラも半年ぐらいめっちゃ趣味にして頑張ったし、雑誌とかで出会うカメラマンさんにいろんな話聞いたりとか、撮影中もめっちゃカメラの話して喋って、うん、カメラも2台目買っちゃったりとか。2台目、でも映画終わってからさ、そのままカメラ持ってるの見てなかった。めっちゃいいカメラ買ったまでは聞いたけど。でも映画前はさ、結構さ、現場にもカメラ持ってきたりとかしてたりとか。そうそうそう、ちょっとビジネスとビジネスじゃない。なんか、いや、なんか怪しいさ。カメラの仕事を取ろうとしてる。ビジネスで100万のカメラ買おう。カメラじゃないとか。確かに、カメラ。いいカメラやな。いいカメラ。もう MV できたから、やっと賞金使えてるな、自分のお金が。ということで、一番いいねを獲得したメンバーは、ご褒美として寝起きドッキリ免除券を差し上げます。寝起き？はい、免除券。でもさ、モデルの人が一人いるんでしょ？モデルはもう完璧に無理ってことや。もう確実に食らうってことやんな。食らう、食らう、食らう。これ、だ同級やるかじゃない？じゃんけんちゃん。かも、リチャがモデルやるか。確かに。まあ、か、じゃんけん。モデルって結構大事やん、間違いなく。被写体は大事。まあ、しかもインスタやから、世界から見られます。そうやな。ってやった時に、誰がやるんってなったら、リチャ。え、だし、平等に。今平等に喋ってんねん。今平等に喋ってんねん。医者は免許受けどうとか考えずに、被写体って考えるやろ。考えるやろ。めっちゃ今平等に話してるから。意外か。意外か。意外か。爪さんはこんだけ言ってんねん。平等に。褒めてんねん。撮りたくなっちゃう。褒めてんねんで。被写体としていいよって。そうそうそう。素質があるから。素質があるよ。撮りたくなっちゃう。よー、じゃあやります。どうしても嫌って言うなら。考えます。あ、今今さらか。だって平等だもん。どうしても嫌って言うなら考えます。平等やと。それは平等。もういいよ。えのもういいよ。じゃあリチャードで。よっしゃ。ということでモデルはリチャードに決定。やった。簡単に決まりましたね、やっぱり。ということで今から一人ずつ撮影に入っていきますが、小道具も用意してます。小道具って何？めちゃくちゃおもろい小道具ありますね。例えばでもおもろい。どれ？あ、いっぱいあるわ。これですね。結構リアルに。ああ、ちょっと待って、これリチャじゃなくて、俺じゃなくて。ああ、ええやん。ええわ。ええやん。ええやん。これええな。確かに世界的になんか流行りそう。流行りそう。バズりそうな感じがするもんな。うわうわ、撮ってあげる。かわいそう。髪の毛の膨らみで、えぐいかと。めっちゃ多い。いいですか、制限時間15分以内、はい、15分以内で一番いいねが撮れる写真を撮ってきてください。はい、それではレッツインスタ。いいね。あー、いいね。インスタか。インスタやな。これはインスタやった。ということで外にやってきましたけども、来ましたけども、どうですか心境は。どうですかって何ですか。もう俺は撮られるだけなんで。あー、やめてほしい、そのマインド。もはや、いや、じゃそのマインドやめてほしいな。撮られるだけじゃないのよ。何撮ってもらうのよ。あ、そっち側でおらなあかんねん、俺。うんうんうん。やっ
まだまだこれはもう2人の共同作業だって。なんか決まってんのコンセプトみたいなのは。この角度なの。いいねいいね。あんまりこうね、カツラとかでまあ大事やな。そう、なんかしたいっていうのはあんまないかなって感じはするよね。俺を生かすっていうのやっぱり、じゃないとリチャにした意味がさ、確かにないから。いた、いたこか、かけてかぶれっか。あ、ええー、おーすごいな、何でも似合うよね、やっぱりな。確かに似合ってんのか、これは。やっぱさすがやなって思うわ。そうやっぱさが足りひんから。おー、鮮やか。ぼかしできるやん、ポートレートで。確かにめっちゃええやん、こいつ。これで、被写体。あ、もう実感ないから嬉しないねんか。被写体いいのに。いいね。もうちょっと動ける。あ、見なくていいカメラ。あ、めっちゃこれ。あ、いいねいいね。あ、いいいい、それいいよそれいいよ。え、いいじゃない。いいね。いや、音出していこうか。ちっちゃくね。上見てた、上見てた、上見てた、上見てた。いいよ、かわいいよ、いいよ、かわいいね。週刊誌みたいな写真撮るその一発目のバンって出てくるインパクト的にな。これめっちゃシュールでもインパクト強そうやん、色、色多いから。確かに。出よう。あ、そういう使い方ありないね。うん、みんな、みんな出ましょう。おっちゃんにこれや、おっちゃんにこれや。余計入んねん。おっちゃんにこれや。後ろ、後ろほどけるから。ああ、そうね。だいぶ、顔がでもね。だいぶ、ちょぼ顔。そうですね。じゃあ、これを。あ、ありがとうございます。食べていただいて。持ってきましょうか、これ。あ、行きます。あ、行きます、行きます。あ、絶対大丈夫。どうしようリチャ君がどうなってたらいいかやな。この人たちのトップになってほしいんやけど、リチャ君が、うん、どうトップになってるのを表現しようか。結構強いけどな。いやいや、リチャ君これより強いから全然確か。確かリチャ君ってこれより強いんやから。信じ繋がるな、それは。ここに集合してもらっていいですか。この辺りにリチャさんがここでこの4人を倒しましたみたいな感じのポジションについてもらっていいですか。いいですね。じゃあもう僕1枚で収めちゃうんで行きましょう。3、2、1。おいしょ、取れました。完璧。もうちょっとなんかリチャ君が怒ってる感欲しいかな。お、説教してる感じはどうかいいかもしれないですね。なるほどね。ちょっとでリチャ君ごしろやな。あ、最高です。ストラップすぐ取ります。いきます。はい、チーズ。はい、完璧。できました。オッケー、俺はもうこの1枚で決める。ありがとうございます、皆さん。最高の絵を。オッケーです。あたす。おっす。おっす。どう？やってる？やってる。結構取ってきたよ、本当は。うん、まずはちょっと会話のキャッチボールも含めてどういう今なってないどういう何をしたいかちょっとキャッチボールで感じようかな。俺ないのにそれ。あれもう15分始まってると心でキャッチボールしよう。いくよ。はいはい、オッケー、ナイスボール。来てやるよ。やりてえこと分かってきたよ。嫌いまであるな。オッケー、いいよ。もっともっとパッション。はいはい、よし、ゾーン、ストライク。分かりました。何やりたいか分かりましたよ。しかし僕が何をやりたいか分かっていない。だから一旦子供を見に行こう。知らん時間やった今。さあ少年。あ、もう決めてた決めてた。だからちょっとこの時間でやっぱこっち消えちゃうから。
タイガーマスク、おいいね、リリッシーリリッシーいいね、リリッシーかいいねいいね遊んでるちょっと撮って何かぶるのこれあ、これでいいやこれはさず、はい、刺します。いいですね。オッケー、来た。いいね。あ、来たか。みんな、エモすぎ注意。了解です。じゃあ、こっち側に撮ります。おう。で、ちょっと手伝ってもらおうかな。あ、ちょうど2人出てきた。じゃあ、これ持って見過ごされへんものが通ったけど、これちょっと持って、こっち、こっちに持ってきてください。見過ごされへんものが通ったけど、何の生き物やん。この辺に置いてもらおうか。じゃあ2人とも完成楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと顔出すか。ね、この中ぐらいからこの辺からじゃ顔出すで、傘を差して。いきます。3、あ、光が1が2、いくよ、3、2。オッケー、で、これで見ます。いいよ、一旦楽にしといて。大丈夫、歯出そうか、歯出そうか。大丈夫、歯下に上げて。まあ、行きます、まだ行きます。ちょっとアップ使い方が、あ、来た、行く。行きました。タイトルもしっかりやってください。なんて行くの。リッチャリッチャイット的な感じ。リッチャリッチャリッチャ。こんなもんね、いいんです、こんな使わなくて。こんなもう赤赤、こんな色物ばっかり使ったらあかんねん。とはいえこんだけあるならちょっとなんか道具は生かしたい。何かしらね。あ、いいじゃない。お、あ、あ、いいやん。ちょっと物語ができたぞ今。おっしゃ、行こう。生まれた、生まれた。おう、いいじゃん、いいじゃん。おい、まだ欲しいって言ってないやろ、まだ。おーい、いかつい坊主来たぞ。いかつい坊主といかつい馬来たぞ。じゃあ、いらんねんって、そんな飛び道具は。どういう感情なの。楽な体勢になっていただいて。あの、泣き顔坊主さん、あの、ぜひ馬の上に乗っていただいて。ありがとうございます。助かります。で、ビッチャーさん。ビッチャーさん、いきまーす。あ、動いちゃう、動いちゃう。あー、すいません。動いちゃう、動いちゃう。ライブ感はね、いいんですけどね。はい。に動いてください。もう、取っていくんで。適当に取っていきたいと思います。いいですね。ありがとう。ありがとう。気持ち悪い。生温かい息が出てくる気持ち悪い。気持ち悪い。いや、おい、主役そっちやぞ。で、今のはちょっと僕のジャンルの中では迫力系なんですよ。おダイナミック系、迫力系、うん、人が主役みたいな、うん、もう一つは引き系っていうのがあるんですよ。引き、そう、背景を背負ってポツンってたたんで。ああ、なるほどね。それをちょっとリチャ君にやっていただきたいんで。はいはい。あの、椅子の奥に埋まっていただいて。椅子の奥、雑多な感じがおしゃれなんですよ。インスタって無造作だから。おしゃれって無造作なんだよ。失礼しました。そう、計算してない計算がいるのよ。あ、いいね。見えた見えた見えた。あ、いいっすね。一回撮ってみよう。照明だけこっち向けてもらっていいですか。一個手前の照明をこっち向けて、うん、ありがとうございます。いいね。ピジャさん、あっち向いてみよう。後ろ向いてみよう。あ、オッケー、オッケー。しゃがんで。いいよ、ピジャさん。ピジャさん、いかがでしょう。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。あ、いいっすよ。いいよ、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ライブ感、これが写真のライブ感。いいね、切り取ってる感じある。いいね、これぞ写真。いいよ。被写体間違ってるけど。オッケー。きたー、きたー。あー、いいね。あの、はい、はい、オッケー。3人同じ鼻のやつ撮ったらそっちに目行くやろ、絶対に。はい、はい、そっち撮ってるやん。な、こっちこっち。はい、よし、スタンバイ。3、2、1、オッケー。ありがとう。お疲れ。ありがとう。ありがとう。
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。取れた取れた。取れた。取れた。ほんまに？取れた取れた。ほんまに？撮影終了。いかがでしたか4人のカメラマンも。いや、みんな全然違ったね。へえ、方が誰が一番好きでした。一生ぐらいやべえ、良かった。この人ともう一回仕事したいな。ないかも。あるやん。ということでですね、はい、本日の写真はですね、インスタグラムにアップして後日いいね数を集計いたします。お願いします。これ集計終わってからこの動画出るってことですか。だから誰の写真かは分からずに投票するってことね。うん、さあ、この間撮影したインスタのリチャ君の写真結果が出たそうでございます。まあ、約1週間ほどでどれだけ多くのいいねが集まったのかということでございますけど、皆さん自信のほどは。あります。ありますよ。食い気味ですね。早かった。めちゃくちゃある。ってことであり、はいはい、皆さんそれぞれ自信ありという。あります。自信あるよ。覚えてますか、優勝者のご褒美。もちろん、はい、それのために頑張ったよ。佐野さんから発表してください。優勝者にはなんと予告によっきりドッキリが免除になります。これはでかい。予告によっきりドッキリ免除でかい。今までやったことなかった、そんなん。起きなあかんけど、考えに考えに。あの、まだ時間買い出しとかもいかんで。考えずにギリギリまで寝れる。なんか買い出しもいかんで。いかんでいいから、うん、考えなあかんことなし。まあ皆さん、免除目指して頑張っていきます。よしや。あと、あの、圧倒的にビリーの場合、罰ゲームがあってもいいんじゃないかっていう。はいはいはい、おー、あら、あら、B。まあ皆さん、自信があるんで、罰ゲームあってもいいんじゃないか。あんま入ってこないでください、俺。なんですか、罰ゲームはちなみにどういうのをお考えで。も軽い罰ゲームなんですけど、1万円の予算をお渡ししようかと思います。だから合計4万円ですから、この4万円をそのお方に。やめといた方がいいじゃないですか。やめといた方がいいじゃないですか。やめといた方がいいじゃないですかね。先生さ、デビューした瞬間お金めっちゃ荒なってるやん。お金使いめっちゃ荒なってるよ、デビューした瞬間。デビューになかったことせん方がいいじゃないですか。ね、なんでそんな必死なの。おかしいな、あの人。さあ、じゃあまあ、どうするの。もう、罰ゲームはどうすんの。だからもう、ありかなしで手上げたらいいんじゃない。オッケー、罰ゲームしよう。5人やし、俺ら。じゃあ、目つぶります。はいはいはい。じゃあ、コールお願いしていいですか。はい。じゃあ、罰ゲーム、ありと思う人、手を挙げてください。音すごいって。ありがとうございます。4票いただきましたので、罰ゲームありということで全員あげとるやんか。あげてない。あげてないよ。いや、ちょっとでも、ちょっと見てほしいぐらいだけど、おもろい企画性持った方がさ。だって圧倒的やん。こっちです。あ、そうね、その辺の数字は知らんかった。圧倒的っていうのはもう皆さんで判断して。でもその基準は分からへんけど、知らんから。さあ、では早速、はい、ビリの4位から発表したいと思います。ビリが発表。第4位は、はい、すごいな。77,075いいね。え、すごいな。7万や。大バズりやん、こんなドームできる。なあ、すごいで。すごいな、7万7000もいてんねん。誰の作品なんでしょうか。こちらです。サロー。おー、それはねんねん。全然俺ビリがねんねん。これリチャ君の企画やんな。どういうこと、うん、リチャ君はどれですか。リチャの後頭部です、これ。あー、マイナステンのが。これもちゃもちゃ。で、あの、普段俺らのことを知りたくてる YouTube スタッフたちです。マスクつけてます。俺らのことを散々やってる人たちをリチャードが従えてるよっていう写真ですね。これ見てくださってる方からすると、リチャードの顔を見たかったっていうのが一個あるかもしれないからね。後頭部じゃなくて、ね、4人のおっちゃんが写ってる。4人のただおっちゃんが写っただけの写真やから。おっちゃんの顔もリチャ越しにな。まあ圧倒的やろ。だこれが次3位がどれぐらいの票なんかじゃないの。7万がね。そうやな、7万いってるんや。じゃあ第3位、まずいいね数から見てみましょう。もうこれが結構大丈夫かな。第3位は95,189いいね。おお、2万票ぐらい取ってたよ。2万票やな。さあ、誰の作品なんでしょうか。この方です。おお、取ったな。
バイオリン全員映ってるやつ。すごい、実装映画撮ったな。下のめっちゃおもろい。どういう表紙で撮ってるの。途中やもんな、多分。なんかの途中。リッシャー、そう、リッシャーめちゃくちゃ遠いな。はい、撮ったな。3人入ってきてさ、俺が撮ってて投稿してるよ。誰が撮ったかバレちゃったなっていうのをちょっと、それまででも写真選んでから気づいちゃったから。あ、じゃあこれまさかのファンが入れた票もあるから、もしかしたらこれなかったら。それで言ったらメンバー4人映ってても1位じゃない。メンバー4人映ってるだけで押すけど、逆に言ったら1位、2位がすごいんじゃん。ほんまや。さあ、ということで残すところスエズマ VS 小島ということになりました。はいはいはい。どちらかが免除でございます。はい、寝起きドッキリ。いいな、免除。はい。そもうないよ、もうないよ。ないな。めちゃくちゃ俺もないから。そういうの言うと。あ、うん。さあ、わからない。免除がどうからとか、罰ゲームがどうからとか、全部俺関係ないから。もう早く全部出してるんですよ。もう、知らない。結果だから、いいじゃん。誰が何取ったかも知ってるし。さあ、呼ばれた方が1位。呼ばれた方が1位。そうね。2位取らせて。そう。1位の方は予告で免除でございます。ありがとうございます。さあ、その流行る第1位は117,159いいね獲得。また2万本ぐらい、10万超えていった。いや、3と4枚広さと。そう、頭言わんねえ。頭言わんねえ。さあ、小島なのか末澤なのか、こちらです。これか、これか。今見ても怖いやん。怖っ。今見ても怖いよ。あなたのインスタでこれ上がってくるのめっちゃ怖い。怖っ。怖っ。エイグルフェアーと思って見てくる人は急に。めっちゃ怖いやん。これが117,159。すごいな。めっちゃついたんや。これちょっと止まってるやん、精神的には。いや、これ見えたら終わりやもんな。そう。終わってね。117,000人が終わってんじゃん。これやばいよ。怖いもんだって。夜とかほんまに怖い。お見事1位でございました。ありがとうございます。さあ、2位が1,100になりますね。114,000ぐらい。金さ。金勝負な。すごい。うわー、惜しかったんけどな。これ結構、制約も手応えありましたね。いや、あってん。いや、まあ、もう数あるいい写真の中選んだけど、これ。あー、結構撮ってましたもん。撮った。いい写真です、文句なしですが。いやー、全員良かったですね。改めて、佐野のとの点差はどうだったのかっていう。はい。はいはいはい。圧倒的なさ。何回見てもひどいな。これみんなで滑ってますから。関係ない顔してるけど、スタッフさん滑ってる、スタッフさん滑らせてる。俺おっちゃんで巻き込みなんか全員滑ってる。ちょっとさ、圧倒的さで言うとさ、3位が10万超えてたら気持ちよく圧倒的ビリって言えたんや。あー、だから、うん、3位微妙やん。どうも、マサ圧倒的やと思う、これ。俺あ、圧倒的やと思うよ。3位が3位、そんな言えない。3位のマサカラからして。とても差がついてる。圧倒的か、圧倒的です。メンバーとか全員出して、もう圧倒的か、これが全然圧倒的。これ、でもまあ個人差みたいなとこあるから、俺はそんな圧倒的とか思わんけど、だからもうこれもまた、まあ序盤でやったあれじゃなくて、手上げて芸能スタッフさんにそういうことになって、圧倒的と思うかどうかっていう。圧倒的やったらどうか。はい、4位の77,075いいねが圧倒的に離れていたと思う方、手を挙げてください。音すごい。音がすごい。佐野さん、圧倒的敗北。やったー。なんでこんなに弱肌なあかんねん。さあ、ということで、はい、もうケンちゃんが寝起きドッキリの MC ってことなんで、いやちょっと楽しみですね、皆さんがどういう寝起きドッキリしてくれるのか。おお、一人目したら全然いいけど、1枚追加なんで。やめとこうか。別の強いか。そうだったら、これよし、分かった。やらんで。嘘、MC で一緒に東京で行こう。 MC で皆さん、ご協力いただきありがとうございます。ありがとうございます。ということで、以上エイグルでした。
渋谷店でお買い物中の皆様、おい、こんな毛穴まで見えてると思ってなかった。はい、買いました。いやいや、寝起きそんな余裕ないよ。寝起きりや、今脳みそ最高の寝起きにしようか。MC にも伺ってくれたら、もちろんフォローできるのに、はい、ありがとう。誰が寒く撮るのか楽しみですね。そんなんだっけ。